使う問題集とか参考書、なるべく近くに置く。あの、単語カード使わないで覚える時もあったんですけども、使ってる時はこんな感じ。勝手に目に入ってきて覚えることができるの。皆さんこんにちは、みおりんです。今日はですね、何気に最近リクエストで最も多い集中できる勉強机のポイントについてお話をしたいと思います。で、今回は私の実際の大学受験生時代の勉強机の写真をお見せしながら、当時私はこういうものを机に置いていましたよとか、こういうことに気をつけていましたよっていうのをお話ししたいと思います。あの、大昔に似たような動画を撮ったことあるんですけど、多分今ちょっと埋もれてきちゃっているのと、あの、当時のね、動画の編集のスキルがもう終わってるので、あの、改めてね、撮りたいなと思います。初めてお話しするポイントもあるので、以前の動画を見たことがある方にはご参考になるかなと思います。ということで、早速私の受験生時代の勉強机の写真を見せたいと思います。こちらです。これはですね、多分受験直前の1月ぐらいの、勉強机です。私、浪人をしているんですが、直前の模様ですね。で、いくつかちょっとポイントをお話ししていきたいと思います。まず、パッと見ていただいて、参考書がたくさんあると思います。で、ちょっとね、この時期はもう直前期だったので、赤本と言われる大学受験の過去問がすごくたくさん置いてあるんですけど、このよく使う問題集とか参考書っていうのを自分の手元なるべく近くに置くようにしていました。で、勉強机の上だと乗り切らないので、隣にねちょっとわずかに見えているこのカラーボックスがあると思うんですけど、このカラーボックスにもよく使う参考書を入れるようにしていました。で、そこにも入りきらないので、まあ、たまに参照するぐらいの参考書とか、その前に使った参考書とかはもうちょっと遠目のところに置いたカラーボックスに入れていました。で、なぜこのようにしていたかというとですね、あの、参考書を取りに行くためにこう一回立ち上がって歩いて取ってきてってやってしまうと、その間にちょっと例えばなんだろうな、お菓子食べに行きたくなっちゃったりとか、テレビ見に行きたくなっちゃったりとか、ちょっとそういう誘惑にやられてしまうことが私はあったので、座ったまま全部取れるっていう状態にしていました。今でもなるべくそういう風にしています。集中力がないお子さんとかは、あの、それが結構いいんじゃないかなと思います。それからですね、使っていないものは基本的に片付けていました。ちょっとこの写真だと散らかってるように見えるかもしれないんですけど、一応この時に解いているもの以外は置かないようにしています。で、私全然綺麗好きでも何でもなくて、あの、今ね、このカメラの下には非常に、なんて言うんでしょうか、いろいろなものが広がっているんですけどただその机の上はちょっと一回ぐちゃぐちゃになり始めると勉強を本当にする気になくなっちゃうので、もう全部を下に落とすとかでもいいので、とにかく机の上は開けるってことをしていました。あとはですね、誘惑になるものを視界に入れないっていうのもしていたと思います。私にとって誘惑になるものっていうと何だったんだろう当時で、まあ、例えばスマホをあんまり置かないようにするとか、まあ、あと私読書が好きなので本はその本棚にちゃんと別で入れておくとかっていう風にしてました。なんか漫画とかね、ゲームとかそういうのも近くに置かないっていうのはポイントだと思います。で、この上の方を見ていただくと細長いコルクボードがあると思うんですけど、これ何かというとですね、カウントダウンボードになっています。手作りのカウントダウンボードなんですけど、多分左側がセンター試験までのカウントダウン、あの、今共通テストと言いますが、当時センター試験と言ったんですけれども、で、右が多分二次試験までのカウントダウンだったかなと思うんですが、ちょっとね、画像が荒くて分かりづらいので申し訳ないんですが、市販のものもね、あるのでそういうの使ってもいいと思うんですが、私の場合は手作りをしていて、どういう風にやったかというと、単語カードあるじゃないですか、あれをちょっと大きめのね、単語カードを買ってきて、そこに0から9までの数字を書いて、それをあの2つ用意して、で、単語カードって穴が開いてると思うんですけど、そこに画鋲を刺すようにして、その何日っていうのを毎朝取り替えるみたいなことをしていました。これ何がいいかというとですね、まあ、常に目標を意識できるんですよね。だから例えば、まあ、これカウントダウンですけど、カウントダウンじゃなくても、例えばどこどこ高校に入学するとか、次のテストで何点取るとか、そういう目標を書いておくっていうのも大事だと思いますし、このようにこう常に今自分は何に向かって勉強をしているのかっていうのが分かるようにしておくのはね、いいことかなと思います。あとこの真ん中ら辺にですね、赤いものばっかりですねあの、筆箱の隣にあるのが赤い音楽プレイヤーですね。これウォークマンなんですけど、あの、音楽プレイヤーも常に置くようにしていました。あの、リスニングの勉強とかをするときに、あの、イヤホンで聞いてしまうと、本番は結構そのスピーカーから聞くことが多いかなと思っていたので、イヤホンではなくてスピーカーから聞けるようにしていました。今もあのこんな感じで Bluetooth スピーカーですねっていうのを使っていて、リスニングとかの勉強の時はこういうものの方がいいかなと個人的には思っていたりとかします。あと、あの、普通に音楽を流しながら勉強とかも私はするので、音楽の歌詞にどうしても耳がいっちゃう時もあるじゃないですか。そういう時は聞かないようにしてるんですけど、今日全然平気だなって時はもうガンガン音楽流しながら勉強をしています。それから真ん中よりちょい左に
に見えるこちらはですね、タイマー、キッチンタイマーですね。私本当に何度も何度も勉強中タイマー使ってねってよくご紹介してると思うんですけど、今ラーニングタイマーとか学習タイマー、学習に特化したタイマーがたくさん出ていると思うんですけど、当時はそういうものは多分なくって、なので私はね、フランフランで買ったキッチンタイマーとか100均のタイマーとかをこのように使って勉強していました。タイマーのね、使い方については今度すんごく詳しい動画を出す予定なので、ちょっと楽しみにお待ちいただければ嬉しいです。あとこの壁の方ですね、左の方の壁に貼ってあるのは、これはですね、勉強計画の表ですね。カレンダーに勉強計画を書き込んでいたんですね。勉強計画の書き方については再生リストにたくさんいろいろ動画があるので、こちら見ていただければと思うんですが、常に今日は何をやらなければいけないのかっていうのが分かるようにしていました。それがなんか手帳とかに書いてもいいと思うんですけど、ただ手帳を開いてっていうのがちょっと私にとっては手間だったので、もう見たら分かるっていう状態にしていました。あとこのさっきの音楽プレイヤーの後ろにある、なんて言うんだろう、これカゴみたいなのあるじゃないですか、入れ物。これ何かというとですね、こちら写真の方が分かりやすいかな、単語カードが入っているカゴなんですね。で、私は常にですね、単語カードを回すようにしていて、これは受験の時っていうよりも高校時代テスト勉強する時とかもそういう風にしていたんですけど、単語カードに番号をつけて今日は何番やるみたいな感じにしていた記憶があります。実際ね、こんな感じで単語カードをめちゃくちゃやりまくって、英語、英単語、単語カード使わないで覚える時もあったんですけど、使ってる時はこんな感じでね、たくさん書いていました。それからもう一回この写真に戻るんですけど、単語カードの隣側にあるこの白い紙がなんかいっぱい載ってるように見えるの分かりますかね。これ何かというと、これはメモ帳というか、裏紙とか使わなくなった紙をこうちょくちょく切ったメモなんですけど、メモ用紙を私は常備するようにしていました。なんか思いついた時とか、なんか計算ちょっとだけ解くとか、そういう時にすぐに使えるメモ用紙っていうのを常備しています。これ結構大事なんじゃないかなと思ってます。あとはモチベーション系なんですけど、この写真よく見ていただくと、マットが敷いてあると思うんですよね。多分勉強机、学習机買う時ってこういうマットも一緒に買ったりするんじゃないかなと思うんですけど、でこのマットどうなってたかというと、こんな感じでもう自分の好きなものをいろいろこう挟んでたんですね。でちょっともうちょっと見やすくするとこっちかな、真上から見るとこんな感じで、こう自分の好きな言葉とか励まされる言葉とか、なんか好きなキャラクターとかみたいなものを印刷したりとか、メモ帳とかをこう挟んで、それで元気出してましたここにあるやつだと、私スヌーピーすごい好きなので、スヌーピーとあと熊の学校のジャッキーとか靴下にゃんことかを入れていました。こんな感じで自分のテンションを上げられるようにするってすごく大事だと思ってます。それからですね、こんな感じでホワイトボードも結構使っていました。ちょっとさっきの机の写真には出てなかったと思うんですけど、結構ホワイトボードを使う時期もありました。これ何をしてたかというと、こう覚えられない数学の公式とかそういうのを書くようにしてたんですね。でやっと覚えたなと思ったら消すみたいな感じで、なかなか覚えないので全然消えなくて、すごい汚く跡が残っちゃってるんですけど、ここに今日やることを書き出すとかでもいいと思うんですけど、私の場合はそんな風にして使っていました。ホワイトボードじゃなくても覚えたいことを書いて壁に貼っておくっていうのはすごく勉強法としては有効で、以前からご紹介してますが、壁ペタ暗記法みたいな方法もあるので、こんな感じで付箋に覚えたいことを書いて貼って、で覚えたら外すみたいなシンプルな勉強法もおすすめです。これをすると今から勉強するぞって決めなくても勝手に目に入ってきて覚えることができるので、日常の中で勉強ができるという意味ではとてもおすすめです。あとは照明ですね。ちょっとこちらの写真見ていただくと、ちょっとかなり明るく写っちゃってるんですけど、私途中で照明を変えたんですね。もともと使ってたのがもう真っ白いなんか蛍光灯みたいな白い電球だったんですけど、ちょっとテンションが下がってくるっていうか、なんか無機質な感じでなんか気持ちが下がってくるっていうのは個人的にあったので、ちょっと温かみのある照明電球に途中で変えてもらったんですね。一般的には中光色という色の電球が勉強とか作業には向いていると言われているそうなんですが、私はもうちょっとオレンジっぽいのやつなのかな、ちょっとわからないんですけど、自分に合いそうな、自分のテンションが上がりそう、あと目が疲れないとかねっていう電球をちょっと試してみてもらうといいかなと思ってます。ということで、わーっとお話ししましたが、私の使っていた勉強机から言えるポイントはこんな感じです。これを全部守んなきゃいけないとかいうわけではなくて、なんか一個でもね参考になりそうというか、こここうしてみようかなみたいなのがあったら取り入れていただければと思います。勉強机関係リクエスト非常に多いので、またちょっと動画にしたいと思うんですけど、特にこういうとこ知りたいよみたいのがあったら、ぜひコメント欄に書いていただけると次の動画作りの参考になりますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。